11月通常会議11月25日月曜から12月20日金曜26日間上提された全28議案について可決同意11月25日11月通常会議を開会し12月20日までの26日間 補正予算や条例の改正などを審議しました。質疑一般質問では23人の議員が登壇。これまで議会として実施してきた各種団体との意見交換会などにより得られた知見に基づいた質問が行われるなど議会全体としての機能向上の取り組みが一般質問にも生かされました。 また1月24日で任期を満了し出席する通常会議が今回で最後となった古市市長は本会議においてこれまで8年間の市政運営を振り返り議会や市民に対する感謝の言葉を述べました提出議案を慎重に審議全議案を可決同意 本通常会議では一般会計補正予算や条例の改正、指定管理者の指定など27議案が市長から提出されました。このほか、議員提案により市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正、案を提出、計28議案について審議しました。 また請願については付託を受けた公共施設対策特別委員会において請願者からの趣旨説明と質疑を行った上で審議しました最終日は3人の議員が一般会計補正予算に対する討論を行いいじめ事案の AI による分析と予測にかかる経費について企業との包括協定が 後の契約行為に与える影響に対する問題提起や AI の分析結果に頼りすぎずいじめ対応を正しく見立てることができるよう学校現場の教職員が学び合うことの重要性などについて意見を述べました採決の結果すべての議案と4件の意見書について可決同意しました 23人が質質疑一般質問活発な議論を展開質疑一般質問では災害時における地域の危険度予測の必要性や地域による避難所運営にかかる課題といった災害対応力の向上についての質問が多くありましたまた令和2年8月に閉店することが分かった 西部大津店の跡地についてや、是々駅前広場の整備、消防署や市民センターなどの公共施設やキッズゾーンを含むインフラ整備についてなど、ちづくり全般に関わる質問もあり、市当局と活発な議論を展開しました。11月補正予算、一般会計補正予算では、中央大通り、 1037号および大津駅前公園再整備費や受動喫煙防止対策経費の追加など総額13億6千万円余りを増額しました主な内容は次のとおりです国際スポーツ大会等招致事業東京2020オリンピック聖火リレーの実施に伴い 沿道警備対策などにかかる経費を追加いじめ対策充実事業いじめの防止に向けた取り組みとして AI によるいじめ予測システムの構築経費などを追加民間児童クラブ運営助成事業 民間児童クラブ3施設の開設などに伴う整備補助金及び送迎バス等購入費補助金を追加図書館施設改修事業私立図書館浜大津2丁目の利便性向上のため館内のバリアフリー性の向上を図る施設補修及び防犯対策費などを追加 消防車両等整備事業、はしご付き消防ポンプ自動車の緊急修繕経費や、高規格救急自動車の緊急更新経費を追加、主な条例の改正など、指導の構造の技術的基準を定める条例の一部改正、政令改正に伴い、 自転車を安全かつ円滑に通行させるため車道に帯状の自転車通行帯を新設できるようになります水道事業給水条例の一部改正水道法の一部改正により指定給水装置工事事業者について指定の更新制が導入されたことに伴い 指定の更新の申請に対する審査にかかる手数料を1件につき8000円として新設します。指定管理者の指定、市営住宅。市営住宅の管理業務について、令和2年度から指定管理者を指定します。指定、before after。議員の質問とその後を追跡しました。 展示ブロックの改善議員の質問大津琵琶湖競輪場跡地に建設中の商業施設などに設置予定の展示ブロックはステンレス製で視覚に障害のある方は路面と識別しにくい事業者に対し指導改善を求めるべき市の答弁現在設置している展示病が 県条例に適合するかを調査し今後、必要な指導を行うなど、障害者に優しい施設となるよう関わっていく。実現。視覚障害者団体や事業者、担当部局が継続的な話し合いを行い、さまざまな視点から調査をした上で、事業者が黄色の展示ブロックなどの最適な使用を決定しました。 案内板などの維持管理議員の質問観光施設や文化財の案内看板なども含めた維持管理も道路の維持管理と同様に地域住民と連携して情報を収集する体制を構築すべき市の答弁観光施設などの案内板の管理については 適宜点検を実施しているが今後も引き続き地域の方々から情報をいただくなど連携し適切な維持管理に努める。実現スマートフォンやパソコンから施設の破損などを通報できる市民通報システムで通報を受け付けできるものとして老朽化した案内看板が追加されました。 常任委員会常任委員会では、議案審査のほか、住民本位の政策実現を目指した所管事務調査を積極的に実施しています。本通常会議では、次のテーマについて所管事務調査を実施しました。総務常任委員会第2期大津市町人仕事 創生総合戦略素案の策定第1期大津市町人仕事創生総合戦略は令和元年度が最終年度であることから現在策定中の新たな戦略の素案について説明を受けました委員からは企業誘致などで雇用を創出すべき施策充実には 部局横断的な取り組みが必要などの意見が出ました教育構成常任委員会自殺対策計画の策定自殺を防ぐための施策を総合的効果的に推進するために策定を進めている本計画について調査しました委員からは実効性をより高めるために 様々な悩みに対応できる相談体制の構築関係機関などとの連携相談を受け支援につなげる人材の育成を求める意見などが出ました生活産業常任委員会いじめ防止行動計画中間見直し本計画は計画機関の 中間年度に見直すとしており、委員会では制度改正やアンケート調査結果、AI や LINE を活用した取り組みなどを反映した見直し内容を調査しました。委員からは AI などの活用を一定評価しつつ、教職員の現場での取り組みや保護者との協力を求める意見などが出ました。施設常任委員会 自動運転実用化の取り組み状況。市は、超高齢社会における新たな移動手段、及び観光客の二次交通。中。二次交通。拠点となる鉄道駅から観光地までの交通のこと。中。終わり。確保を目的とした自動運転の実用化に向け、 実証実験などの取り組みを進めています。委員からは短期的、長期的双方の視点に立った取り組みが必要。今ある公共交通を維持・充実させる施策も並行して進めるべき。などの意見が出ました。総務教育・厚生連合審査会第3期大津市教育振興基本計画 および大津市教育対抗の策定令和2年度からの本市の教育の方向性や重点施策を示す本計画及び大綱について協議しました2回目となる今回の審査会では具体的な施策を中心に意見交換し本市教育の現状や今後推進していく取り組みについて 質疑応答を行いました。特別委員会特別委員会は臨時的で特に重要な案件について必要がある場合に設置しており、本通常会議では次のテーマについて調査しました。ICT 導入調査特別委員会最先端技術の活用推進調査研究 市は行政事務への AI などの最先端技術の活用推進、調査研究を進めており、交通システムや保育所等入所選考などへの技術の活用について調査しました。委員からは将来に備えて取り組みを推進すべきといった意見や、しっかりと根拠つけて取り組むこと、 高齢者などへの配慮を求める意見が出ました。公共施設対策特別委員会、小中学校規模等適正化、大津市立小中学校規模等適正化ビジョンに基づく取り組みを調査しました。地域と十分協議し、教育的観点や地域での学校の役割、 財政的観点から実情に応じて小中一貫校や他施設との複合化、学校の統合などを検討するとの説明を受け、委員からは建て替えも含めた検討を求める意見などが出ました。生活支援対策特別委員会、過小子供・若者支援計画、市は 子供・子育て支援事業計画、次世代育成支援行動計画、子ども若者プランを統合した、仮称、子ども若者支援計画の策定を進めています。子供が生まれる前から自立するまでを切れ目なく支える計画内容に対し、委員からは貧困や虐待、 教育など多岐にわたる視点からの意見が出ました。